サガン鳥栖豊田洋平です。今回の震災で、ここは実際に生で見てないんで、どれだけ本当に悲惨なことになっているかっていうのはテレビでしか、伝わってこないんですけど、そういったところを汲み取れるように、僕たち J リーグそしてサガン鳥栖も、次の試合に向けて一生懸命頑張って、被災地の方々に元気になってもらえるように、頑張りたいと思います。支援はまだまだ、続けていきたいと思いますし、まずは、プレーで、一生懸命頑張ることを、一つ大事にやっていきたいと思います。僕自身東北に住んだことがあるんで、今回の震災が本当に、残念というか本当に残酷なことが起きたなということで胸が痛いです。一日でも早く、復興できるように、日本中で、力を合わせて頑張っていけたらいいかなと思います。力一つにチームアズワン。